バリの影絵人形影絵は、紙や木で作られた人形、または動物などに見立てた手など体の一部の後方から光を当てて、その影をスクリーンに投影したもの。また、それによって演じられる芝居。影絵は多くの国で親しまれており、20以上の国々に影絵芝居の劇団がある。 影絵に使用される人形は光を透過する部分があって、色セロファンなどを貼り付けることで影に様々な色をつけることがある。また、関節が設けられていて簡単な操作ができるものが多い。中国における影絵は、紀元前200年頃の漢時代に薄い動物の皮を着色した人形を使った紙工術の一種として採用されていた。北宗時代には、 大道園芸として存在した。13世紀になると、元王朝とともに、アジア大陸から中東まで影絵が伝わり、それぞれの地域に様々な形で根付いた。中国の影絵人形は、川でできた操り人形が棒の先にくくりつけられ、数々のおとぎ話や神話が演じられる形式である。実編者19角オランダ影をとさとき。 影絵のやり方を指南するパロディ本日本では、影絵劇団の木場座が有名で、全国工業の他テレビ番組にもなっていた。その他、劇団ツノ笛などが知られている。手の形を組み合わせて、犬猫狐など様々な影を表現するものを、手影絵という。手影絵によって演じる影絵芝居もある。江戸時代には、影絵を応用して、相馬刀が流行した。他に、 切り抜きの影絵、写し絵、泡名物差し人形などがある。また、江戸時代に影絵一座や影絵売りが存在していた。影絵を使ったパフォーマンスとして、沙乙女太一とチームラボの合作による竜とボタン剣舞、影絵がある。東南アジアインドネシアの影絵芝居は、ワヤンクリ、ワヤンクリットとして有名である。ガムランの伴奏がつく。ワヤンは、影クリは、 川を意味し、牛の皮で作成した人形を用いる。同様のものがマレーシアにもある。タイの影絵芝居は、南野井と呼ばれる。カンボジアでは、特に西部で影絵芝居が行われている。大型の人形を使う影絵芝居を、スバエクトムという。スバエクトムは、タイの南野井に似ている。かつて大きな仏教行事、とりわけ構想の仮想儀礼に7日間から時には2週間も、 かけて夜ごと明け方まで連続上演をしたという。シェムリアップ州が発祥地だとされる。小型の手足の動かせる人形を使う影絵芝居をスバエクトーイという。スバエクトーイはタイのナンタルニやジャワ島のワヤンに似ている。スバエクは人や動物の皮、皮膚を意味する。インドの影絵芝居は様々な名で呼ばれる。古い時代と現在で 名前が異なるし、州によっても名が異なり、いろいろなものがある。トルコの影絵芝居は、ギ魚ズとして知られる。カラギ魚ズはトルコ語で、黒い瞳を意味する。これは、影絵芝居の主人公の名で、伝説によると14世紀に、ブルサの町でモスクを建設する実在の労働者だったされる。主人公の名が、影絵芝居の名となった。オスマン帝国支配下で広く楽しまれた。 カラギョスは2003年ユネスコにより、無形文化財に指定された。ギリシアには、トルコのカラギョズに由来するカラギオジスもしくはカラギオジス、カゲー大百科事典平凡者、1939、サオトメダイチチームラボ、吉礼新春特別公演、リュートボタンから、県部、カゲエテ a m ダッシュ A B ドットネット。ありがとうございます。